はい、こんにちは、レトルトと申します。君が死ね多数決デスゲーム実況プレイ始めていきたいと思います。なんかこの2章の前編は結構なんかボリュームたっぷりというか、パート自体も長そう、なんかね、その2章の前編自体もなかなか長そうですし、あと見れない分岐みたいなのがものすごくありますね。この僧たちはちょっと3人でお話ししてみませんか。で、これはレコの様子がおかしいです。で、これはレコの宝物を見に行くと。マジで全部やりたいぐらいなんだけど、一つしかできないんですよね、交渉時間。景品交換所行くか。うん。やっぱこれはやりかけたことだもんね。レコのメダルを集め、宝物と交換する。実行の時だ。もちろん、預かったレコのメダルはもう、このシチューにある。さあ行くぞ、景品交換所へ。こいつもちょっとずつ集めてたんだろうね。お前の厚かましいおせっかいで、俺の背中を押せ。ひどい言いようだ。よし、買うぞ。いいな。はい。お腹が痛いわ。さっきから5分はこんな感じだ。どうしようかな。買えよ、お前。おい。やぶさめレコさんの宝物はここで交換できますか？可能です。レコ様のメダル20枚と交換できます。これ裏メニューだよな。ここに20枚ある。交換してくれ。かしこまりました。こいつが昔あげた宝物かどうかですよ。こちらがレコ様の宝物です。確かに受け渡しました。これは、俺がレコに渡したボンゴだ。やっぱ仲が実はいいんだな。ありえない。あいつのレコの宝物が俺が渡した、こんなくだらないプレゼントだっていうのか。何かの間違いだと思ってた。チドインサラ、お前の勘違いだとな。嬉しそうです。ください。よかったですね。勘違いじゃなくて、よかったですね、アリスさん。俺は、どうしたらいい？初めから言ってます。レコさんに宝物を返すんです。そろそろ、本音をアリスさんの口から聞きたいです。レコさんと関係を直したいんじゃないですか。でも今渡してもさ、今のレコがちょっとなんか様子がおかしいっていうか、偽物説がちょっとあんだよね。俺は、わがままを言える人間じゃない。罪を償うつもりだった。被害者の遺族にも、俺の家族にも、人を殺してるからな。なんで人を殺したかっていうのにも気になるんだよ。こんなデスゲームがなければ、もう筋を通す時間がないんだ。だから、死ぬ前に一度でもいい。俺は、レコに謝りたい。チドインサラ、ありがとう。俺はボンゴを渡してくる。はい。ああ、見たい！そのシーン見たいよ。これでよかったのかな。私も言い出しっぺとして見守る責任はあるような気がする。アリスさん追いかけてみるか。お。ロビーではアリスさんとレコさんが向かい合っていた。本物か？何も用がねえなら俺は行くぜ。待って、レコ。このボンゴ、お前のだろ。それは、なんでお前が、これ偽物だったらこんな、まあでも AI がね、過去の記憶持ってるからね。交換所で見つけたんだ。びっくりしたよ。とっくに捨てたと思ってたから。そうさ、ずっと捨てようと思ってた。でも、捨てられなかった。俺のせいだよな。あの日、お前から送られてきた手紙で、絶縁を言い渡された時、ショックよりも、やっぱりなって思ったんだ。刑務所で受け取ったのかな、手紙を。お前は才能あふれる音楽の鬼だ。足を引っ張るクズの兄貴のことなんて、さっさと忘れて、自分らしく生きているんだと思ってた。そうやって、安心してしまったんだ。俺の行動なんて、レコに何の影響も与えないって。でも、捨てられなかったんだな、ボンゴ。こんな、どこでも売ってるやつなのに。使い込まれた後も、それを隠すための丁寧な手入れも。見れば見るほど、お前が苦しんだ後のように見えてくる。うるせえ！何が言いてんだ！レコ、謝らせてくれ。お前や、母さんたちをずっと苦しめてた。薄っぺらく聞こえるかもしれない。だが本心なんだ。本当にすまなかった、レコ。受け取ってくれないか、これ。
アリスさんは震える手でボンゴを差し出した。レコさんはやりきれないような表情でボンゴを手に取り、え、偽物なんじゃないのこれ。レコくだらねえんだよてめえ、言ったろこんなガキ捨てるつもりだったってな。レコ、兄貴面すんじゃねえよアリス。てめえと俺はもう赤の他人だ。こんなことで和解しようってか。人の命を奪った自覚本当にあんのか。2年半、一度だって罪を忘れたことはない。ならもう二度と俺と関わるんじゃねえ。俺の邪魔をするんじゃねえ人殺しが。最悪だ、きっと和解できると信じていた。そうだな、もう背中を押した自分が、俺がね、サラちゃんが悪いみたいになっちゃうよなこれ。あんなに怖いレコさんを初めて見た。部外者が口出ししていい問題じゃなかったんだ。でも待ってください、レコさん。サラ、口出ししないで。サラですが、偽物であってほしいな。だってあんなに優しかった。いや、レコを追いましょう。これ待ってください、レコさん。ついてくんじゃねえ。サラ、なぜあそこまでするんですか。これは俺とアリスの問題だ。でも本心だったんですか。あれがレコさんの本心だったんですか。そうさ、ずっと我慢してきたあいつにぶつけられない恨みよな。なぜ今までボンゴを大事にしてきたんですか。知らねえよ、捨てられなかっただけだ。レコさん、さらにはこんな姿見せたくなかった。冷静じゃなかったのは認めるさ。けどな、これは俺たちの問題だ。好きであんなことしたんじゃねえんだ。レコさん、もう見ないでくれよ。俺はお前に見せる顔がなくなっちまう。なんかこういうところはちょっとさ、本物っぽい感じでもあるんだよね。ちょっとなんかますます分かんなくなってくるね。悔しい。レコさんが本心から嫌っているとは思えない。二人の関係をどうすることもできなかった。戻ります、すいませんでした。私は失意のまま廊下を後にする。なあサラ、背後からか細い声が聞こえてきた。俺のこと嫌いになったか。嫌いになったはダメだよ、そんなことはない。いいえ、好きだからこそ放ってはおけないんです。そっか、俺もお前のこと信頼してるよ、マジでな。レクさんの泣き出しそうな声を聞くと振り返ることはできなかった。いなくなってるアリス。サラ、もう前回出てこなかったですね。きゃ、なんですか。おっと、驚かしてすまんぜよ。来てほしいところがあるんじゃき。荒れた廊下の方へ来てくれてよ。さっき言ったよ、待たせるんじゃねえか。じゃねえか。じゃ一体どうしたんだ。和解に至らなかったか。なんかやたらさ、今回のパートというかこの2章の前編、レコがもはやメインで出てくるよね。めっちゃ死にそうだなってみんなも思うよね。これ大丈夫かなって、大丈夫じゃきって思うよね。来たか、誰にも見つかってねえぜよ。はい、どこへ行くんですか。こっちの通路じゃ。ん、ここの瓦礫の隙間ぜよ、くぐれるか。 こんなところに隙間が、どこへ繋がってるんですか。行けばわかるぜよ。え、なんか司令室みたいな。ここは赤い光を放つ機械が置いてある。パソコンだろうか。ダメだ、起動はできないようだ。あいつか、遅かったね。お、刑事さん、こっちこっち。刑事さん、静かに、念のため他の人にバレないようにね。九太郎がついに見つけたんだ。見つけたって何よ。あ、カイのパソコンがこんなところにあったんだ。九太郎頑張ったな。カイのパソコンぜよ。え、九太郎さんは瓦礫の奥から一つのノートパソコンを取り出した。それは紛れもなく一回で見つけたカイさんのパソコンだった。ここで見つけたんですか。ああそうだけど、カのパソコンはカイが回収したまま一回で消えたはず。なぜ3階のここに。
さあな。だが間違いなくこれはカイのパソコンぜよ。考えられる可能性は、何者かが回収してここへ置いたか、カイがここへ置いたかだ。ああ確かに。待て待て、真相の解明は後ぜよ。サラ刑事、お前さんたちを呼んだんはこのパソコンの解析のためぜよ。俺にはパソコンは使いこなせん。中身を調べるか。やってみようよサラちゃん。はい、よし、つけたぜ。頼む、何でもいいからいい情報を手に入れてくれ。待ってください、まず何のデータを確かめるか作戦を。パソコンは静かに起動し、パスワード入力。パスワードわかんの？まずい、充電マークが。何？しまった、充電が切れかけのままなのか。大丈夫です、パスワードわかっています。おう、メインゲームでソウさんが言っていた。あ、言ってた、パスワードはチドイ、私の名字だ。そう、カイさんがこのパソコンで、だから地動院家の従者みたいな感じだから、これをパスワードにしてたってことなんだろうね。え、これ変えられてんじゃないの。え、パスワードが違う。何、嘘ぜよ、どういうことぜよ。なんで、ソウが嘘をついた、カイがパスワードを変えた。どっちだろうなぁ。嘘ついたのかなぁ。ソウさんの説明が嘘だった？いや、落ち着け。そうじゃないはずだ。パスワードが当たっていたからこそ、カイさんはこのパソコンの所有者であることを認めたんだ。カイさんがパスワードを変えた。それしかない。どうする？うわぁ、これもう一気にもう消えるやつ。これもう iPhone とかだったらね、再起動すげえ時間かかんだよ。サラちゃん、君にしかわからない情報を打ち込むんだ。私にしか。カイが本当に君の家とつながりがあったなら、俺たちにはわからないワードがあるはずだ。そんなこと言っても、本当に普通の家なの？地動院家。私の家は普通の家だ。特別なものなんてない。カイさんは一体何を考えていた？誰とつながりが？おう、我が家には影のヒーローがいるんだ、サラ。やっぱお父さんなんだね。お父さん？私は再びパスワードを入力した。お、起動します。ようこそ。お父さんの名前だ。よくやったぜよ、サラ。よし。お父さん。今、お父さんの名前を打った。あなたは、カイさんを知っていたんですか？バッテリーは残り 3% ぜよ。どうする？メール。ソウの言ってたメールを確認しよう。はい。メールの送信記録。ソウさんはそれを読んで、カイさんを疑っていた。その内容が真実なのか嘘なのか確認する必要がある。カイさんのメールの送信記録を開いた。お、送信。カイが送信したってことだ。予定通り17名を確保しました。念のためデスゲームの実行日に誤りはございませんか？すべては順調にことが運んでいます。まあ、これは、このメールを見たらそうはね、それは疑うよね、カイさんのことを。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。17名を確保したっていうメール。送信メール2。別のメールなのかな？潮時ですね。もし地動院サラの身に危険が及ぶなら、あなたでさえ敵と考えて動きます。サラさんはゲームを楽しみにしています。お友達も参加することでしょう。サラさんがゲームを楽しみにしている。これは、ああ、ソウが言ってた内容と完全に一致している。ソウは嘘をついていなかったことぜよ。あ、このメール。ああ、今読んだ順番は逆だ。最新の送信記録から読んでしまったんだ。サラちゃん、これと対になる受信メールが存在するはずだ。大丈夫、時間。やっぱりメールで会話しています。まとめてくれ。順番通りに記録を並べ直すんじゃ。はい。カイさんの行動がこれでわかるはず。はい。もしもーし、知ってるか、サラだ。サラがボードゲーム買いに行くらしいぞ。誰？一人で行くのかな。あ、パパは悪い友達ができないか心配です。これお父さんだな。サラさんはゲームを、あーよかった、デスゲームのことじゃなかった。
かい、俺が教えてないのにいつ知ったよ。まったく、君の行動はつかめるのはこうして君の家のパソコンから返信が来た時ぐらいだな。ま、護衛頼むわ。サンキューだぜ。この気の抜けた文章はお父さんの文章だ。じゃあお前の親父とカイは連絡を取り合ってたかじゃ。護衛ってどういうこと？ストーカーではなかったと。カイ、貴様裏切ったのか。組織を、私を。潮時ですね。もし地動員サラの身に危険が及ぶならあなたでさえ敵と考えて動きます。許さん。もはや親でも子でもない。せいぜい抗え。その細…あ？カイの親が犯人なのか、デスゲームの。お、おい、こっちのメールの相手はお父さんじゃありません。文脈からしてカイの親か。しかもカイは組織を裏切った。だってさ、組織、カイさんは一体何を。はい。あ、これはパパさんだよね。なんか最近身の危険を感じるよ。いや違うか、目的はサラだ。あの子が狙われている。この家には愛着があるが捨てて逃げるしかないだろう。ついてきてくれるか、カエ。私もサラさんには深い愛情を感じております。絶対にお守りいたします。地動院家にこの身を捧げる決心です。カエ、君は最高に最…本当に最高のヒーローだ。サンキューだぜ。またお父さんとのメール。お父さんは知ってたんだ、何かが起こることを。家を捨てて逃げるか。サラちゃん、もしかして近々引っ越しの予定とか。聞いてません、私は何にも。落ち着くぜよ、続きを。あ、大丈夫か。貴様は連絡係か。こっちのメールは使うなと言ったはずだ。報告は聞くか、以後ルールを守れ。予定通り17名を確保しました。やっぱカイの お父さんがデスゲームをの関係者で、カイもそれを手伝ってたけども、シンは地動員系サラちゃんを守っていると。ご苦労。無駄な努力をな。連絡員のふりをしてかく乱のつもりか、カイ。お前は今地動員圏から離れ自宅にいるのだろう。いいことを教えてやろう。お前が送った名誉確保というワードは作戦実行の引き金となっている。お前は罠にはまったのだ、カイ。地動員サラは間もなく拘束される。え？サンキューだぜ。これはお父さんのふりを知ってたみたいな。誘拐があった当日のメールだ。どういうことぜよ、俺にはよくわからんぜよ。まとめよう。カイは二人の人物とメールをやり取りしていた。一人はサラちゃんの父親、そしてもう一人は誘拐犯組織に属するカイの親だ。どうやらカイは組織を裏切りサラちゃんを守ることを選んだ。守るためにカイは誘拐当日偽のメールを組織に送った。組織を撹乱させてサラちゃんを逃がすため。しかし全てがバレていた。逆に利用されたんだよ。サンキューだぜはカイとサラちゃんの父親が挨拶で使っていた表現だ。筒抜けだったんだよ、そのやりとりも全て誘拐犯の組織に。そんな、じゃあカイさんはストーカーなんかじゃなかったんだ。私を守るため陰で護衛を。唯一カイが護衛から離れる時、それが自宅でメールを送信する時だったぜよ。あー、なるほど、巧妙だね、手口が。きっとカイさんはそれでも私に伝えようとして、あの時ジョーとの帰り道で前に立ちはだかった。思い出した、あの時のストーカーが何て言ってたか。帰っちゃダメだ、カイさん。パソコンの充電が切れたぜよ。やっぱカイは悪いやつじゃなかったな。結局脱出に関係する情報は得られなかったね。けどよ、やっぱりカイはくだらねえ悪人じゃなかったぜよ。そんなことが有益だったかい。まだ調べることはできます。充電さえできればこのパソコンは復活するんです。サラ、九太郎さんが持っていてください。俺が？はい。とりあえずまだこの話をみんなに話すのはやめておこう。三人だけが知る秘密兵器、バレないようにね。わかったぜよ。そうと決まれば昨日と同じように振る舞うべきだ。
おう、寝室にパソコンを隠したらアトラクションでも進めてくるぜよ。おまわりさんたちも戻ろう。はい。まあ、有益なのかな。これ助かるためには有益じゃないような気もするよな。いやもうアリスさんに合わす顔がねえぞこれ。あれ、カンナが一人で行動してる。一体どうしたんだろう。この髪の毛のもじゃもじゃは。ギン君、お茶でも飲みますか。なんかここ二人立ち直ったね。大事なものを失った二人が。ないのでコーヒーでもいいですか。いいわけないわん。サラさん、カンナ、ソウさんと一緒じゃないのか。怪しい。パソコンがなくなったことでなんかしてんじゃないのこれ。一応アリスさんが見張ってくれてるみたいで。アリスさんが。はい、優しいところもあるみたいですね。まあでもアリスは悪いや。 今でもアリスちょっと病んでるだろうな絶対。よかったな、見張りも疲れるだろう。はい、ちょっとだけ疲れました。どうする、一緒に休憩でもするか。あ、休憩したいです。でもこの立ち可愛いよね、なんか考えてる風の。でもバケツで台無し感はあるけど。あのサラさん、探索中に気になるところを見つけたんです。おう、あそこのとこ、まさかさっきの部屋か。一緒に行こう。わかった、一緒に行こう。カンナ、ありがとうございます。おう、ちょっと待って、他のとこ一回行ってみる。ああ、俺の体はいつからこんなに。何、俺の体がどうしたん。いやー、気になることだらけだなー、面白い。いない。モニタールーム、きっとアリスなら。アリスに何かを頼んだんだな、この感じ。なるほどね。うん。コインは手に、新しく手に入れなかったからな。みんなの情報を買いまくる回とかしたいんですけどね。一応いろんなとこを見てから行きたいよね。長い階段に。おう、あの自販機は一体。欲しいんだろうな。トランペットを見守る少年みたいな感じ。200はでもたまんないよ。もらえない時いっぱいあるもん。交換しまくってもらいまくってみたいな感じか。誰がいくらもらうとか知らないと、結果ダメそうな気はしちゃう。じゃあ全部行ったか。廊下まで来たぞ、カンナ。こっちです。奥の通路から行けます。あ、別？暗いな。こんな通路があったのか。奥の方まで行くと、もっと真っ暗です。転びそうだな。離れるなよ、カンナ。はい。なんかいいな。いや、いいんだ。ははは。こうして一緒にいると、本当にお姉ちゃんといるみたいです。似てんだろうな、なんかこう、頼もしいところが。なんて言葉をかけていいかわからない。言葉の代わりに私は、カンナと手をつないで暗闇を歩いた。ここです。ここにドアがあるんです。真っ暗だな。中は覗いたのか？いえ、カンナさんにもソウさんにも開ける勇気がなくて。ソウも開けなかったの？そんなことある？私が先に入る。危険がなかったら来るんだ。おう。あれ？この部屋は？なんだろう、来たことがあるような。カンナ、大丈夫だ、入ってこい。あれ？これ、一番初めの部屋に似てる？え、この部屋は？最初の試練の部屋だ。嫌な記憶が蘇る。ここへ来て一番最初に試された死の穴。あの時、あいつの判断が間違っていれば私は死んでいた。けどなぜだろう。何かが違う気がする。あ、入ります！大丈夫？サラちゃん、ここでお姉ちゃん殺されてない？
今のがお姉ちゃんか。なんか映ったな。ここはお姉ちゃんがいた部屋です。私のせいで。おつけカンナ。私はカンナを抱きしめる。強く震える肩を押さえる。取り乱してすみません。悲しいな。もう大丈夫です。カンナ、ドアを開けておく。部屋の外で待っててくれ。はい。入らない方がいいよ、絶対。で、なんか落ちてんだよな。ここは同じ試練を受けたカンナ姉妹の部屋だった。みんないろんな試練を受けてきてんだよね。罰ゲームムービーとかでも見たけど、壁が迫ってくるやつとかいろいろあったんだろうな。カンナに探索をさせることはできない。これ。スマートフォン。カンナと私の最初の試練が全く同じだったなら、このスマホはおそらく、音声案内用に用意された道具だ。誘拐犯が回収し忘れたのか？ここにあるということはカンナの姉が持っていたのかもしれない。なら、何かメッセージが残されているかもしれない。死の直前のメッセージが。え？嫌な予感がする。手に取りたくない。怖い。けど、もし手がかりがあったら、調べない手はないでしょう。いい、取る取る。頼む。嫌な予感は外れてくれ。おう。開いた瞬間。いや、そんなわけないじゃん。よくも見捨てたな。最低な妹。大嫌い。死ね死ね、カンナ。人殺し。いや、そんなこと書くわけないし、メモ帳なんでそんな赤くなってんだよ。ない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 。これは完全に敵の罠です。もう消去、デリート。嘘だ。こんなのあんまりだ。恨んだままカンナの姉は死んだ。なわけないじゃん。実際そんなの打つ暇ある？わざわざペーストでさ、開業までして。だってねえ、だってくくりつけられてる状況でしょ？サラさん大丈夫ですか？どうしたんですか？何かを叫んでたようですが。え？文章を変える方が正解か？あんまセーブしてないぞ。サラさん、聞こえてますか？文章を消そう。なんでや！カンナ、誰か来る。え、私は持ってるスマホをベッド下の奥へ滑らせた。誰かそこにいるんですか？どうにかカンナに見つからず隠せたようだ。お、誰かいたんだ。お前かい。お前がやったんだろ。お前絶対ここの存在してるし、分かってるぞ俺は。ソウさん。おう、ふん、随分暗い通路だったな。あ、アリスさんまで。アリス大丈夫？キルチカンナ、喜べ。俺たち3人でメダルを交換しようじゃないか。え、メダルを？うん、こんなところで話もあれだからとりあえず戻ろうよ。俺ともメダル交換してくれよ。ありがとうございました、サラさん。カンナちゃん、偶然に助けられたか。あれ、サラさん戻らないの？あ、いえ。お、どっか行けよ、お前。お前、どっか行け。おっと、メダルの交換は3人でやるんだ。なんでや！お前、あんなにも。まあ、うまくいかんかったけど。はい。ここにいられちゃ、スマホを取りに行けない。また隙を見て来るしかないか。それまではアトラクションでも進めておこう。なくなってんだろうな、スマホ。絶対メインゲームとかの時にソウが出してくんだよ。ごめんサラ、これは3人用なんだって。ひどいよ、僕も仲間に入れてくれよ、スネオ。くそー、カンナの試練の部屋行けないんだよな。行くんじゃねえよお前。くそー、瓦礫部屋は行けない。まあセーブするか。
まあ普通に多分デスゲーム1個やる感じなのかな。大人になりましたね。なんかない、見た、初見たことない立ち絵が出ましたね。誰か寝室にこっそり来たりしてんのかなと思ったけど、そういうわけじゃないんだな。なんかおかしなことになってんだろうな、きっと。うん、まあ手に入んないだろうな。一応じゃあ全部移動して、ないね。じゃあどっかのデスゲーム挑んでみますか。クリア普通。トロッコ激走中に現れる障害物をクリアし、時間制限内にゴールまでたどり着けばクリア。あ、難しい。相手の繰り出すエリアからはみ出ないように滞留し続けるゲーム。面白そうだな。全部面白そうなんだな。かくれんぼとかどうだ。刑事、カンナ、アリス。カンナとは、カンナとはさっきやったもんね。まあ、とりあえず相手のエリアから居続けるみたいな感じかな。そう、レコ、アリス、ソウと一緒にやるのか。やってみる？そう、操作時エリアに、とどまってる時のチャージ速度が上がる。なんだろうな。ねえサラさん、このアトラクションは星3つだよね。恥ずかしい話なんだけど、僕に星2つくる。うるせえよおめえ、おととい来やがれお前。例えばレコだったらなんて言うんだろう。あ、簡単になる。レコを操作し、高い集中力でエリアの動きをゆっくりに感じる。あ、さらにメダルを30枚渡す代わりに星2つもらっていいか。おお、いい。あー、なるほど。体力が1つ多い。いや、レコはいい子だな。レコのメダルもらおうかな、じゃあ。30枚は結構嬉しいもん、俺。これで全員の情報が見れるようになるね。じっとしていればいいアトラクションなんだろ。銅と背両方いけるってところ見せてやるよ。ただキーボード操作なんだよな。よしよし。でもやっぱ2章の前編は結構長いですね。だってこれで6パート目だよね。はい。まあこんなんね、うー気持ち悪い。まあこんなんね、サラちゃんだけでクリアしてみせますよ。相手の出すエリアをタッチし続け、はみ出さないように追従してください。あ、タッチしながらマウス動かす感じだな。うい。ええ。ん？これでいいの？これでいいの？なんで唇の、と同時に動かしていくの？唇お化け。まあ、はじめはね、早いんだろうな。あ、でも楽しいこれ。すげえな、いろんなミニゲーム用意してるのすごいよね。イエーイ。あ、まだあんのか。何これ、伸び縮みすんだな。さっきより簡単じゃない？うーい。溶けた。いいよ。おー、早い早い早い。どう伸び縮みするかが難しいね。よーし。さよなら。おお、寄生獣。何これ。どう動くかちょっと予想しにくいな。できれば真ん中の方に行っときたいね。こっからさらに難しくなるんでしょ。
今までマウスカーソル出たことないんじゃない？あ、丸い。丸い。ちっちゃい。おいおい。あ、でもマウスカーソル出てないんじゃない？一回も。本当に出てないんじゃないの？弱っ。いけるね、これ。星さんとは思えんよ。はい、メダル30枚ね。わがまま言って悪いが、クリアチップ2枚もらうよ。その代わりにメダルを30枚渡すぜ。おい。これでこのアトラクションはおしまいだ。交渉時間。この二人か。サラ、お前さん暇か？たまには交換抜きで話でもせんか？内容。腰を据えて話し合ったことなかったぜよ。時間がある時なんて限られちょるからよ。忙しいんなら別に構わねえがどうぜよ。あ、メダル。あの、私怖くて全然メダル交換ができてないんです。交換することで悪いことが起きないか不安で。でもみんなは交換してるみたいで、今度は逆にそれが不安になってしまって。タラちゃんが相手なら交換してあげようなこれ。俺も結構メダルは残ってんだよね。まあここだとみんなナオとお話しそうな感じがしちゃうよね。話そうか。ありがとうございます。お話だけでも。そんなに交換したいんですか？はい、ほとんど誰とも交換してないので結構余ってしまってて、そろそろ交換した方がいいのかなって思ったんです。もしサラちゃんが良ければ相手になってほしくて。なぜ私と？個人情報を知られるリスクは？一応聞こう。50枚交換しないと個人情報は見られません。30枚ならお互いリスクはないと思います。それに私はサラちゃんが見ないでほしいというなら知ろうとは思いません。考えなしに交換を申し出ているわけではない。なおのメダルはな、ちょっと怖いけど他の人は当たることも考えます。別に、別にね。サラちゃんの情報をむしろ俺見たいもんな。そっか、それぞれのメダルを、それぞれのメダルの個人情報はそれぞれの人のメダルを50枚集めなきゃいけないんだもんな。付きまとわなきゃダメってことか。まあそういうことだよな。40。まあ可能性的にはこの3人になる感じかな。今のね、Q太郎も多分40枚交換とかになんないんだろうな。こっからなお、レッコ、銀、この3人を追い回した方がいいのかもしんないのかな。そう、でもレッコのメダルはもう20枚手に入れたけど、ね、渡しちゃったもんね。あそこで渡さないみたいな感じになれば、あそこの個人情報を見れたりもしたのかもしんないね。いや、このショー本当に何回もやり直しがいが、サーバーセーブに失敗しました。なんで？なんでなん？あ、セーブした。よかった。絶対ね、絶対なくなってるからね。100% なくなってるからね。ほら、でしょうね。どこに行った？ないなんてそんなはずは。何を探してるの？ほらー、ほんとお前嫌いだわー、マジで。嫌いだけど人気あんだろお前、ほんとになー。そうさん、ダンガロンパにもいてよお前、スリーに。ね、振り回しちゃうんだけど、ね、結局人気あるみたいな。ツーもそうだったよね。あれ、図星かな、小前田くんとか。あんた、あなたがスマホ取ったんですか？まあね。くっ。中を読んだんですか？あの残酷なメッセージを。もちろん。カンナの姉が書いた妹への憎悪の文章。お前が書いたんだろ！ああ、そういう風に見せかけた作り物だ。考えてもみなよ、サラさん。命がけの極限の状況であんな文章を書けると思う。そうそう！え、確かに最初の試練は時間制限があったんだよね。死にたくない人間がさ、早々に諦めてメッセージを残すかな。それも、あ！
これは俺と同じような開業とかね、しっかりやっちゃってさ。それは答えは一つだよ。この文章は偽造されたものなんだ。偽造？すごいよね。確実にカンナを追い込もうとしてる。まさに悪意の塊だ。いたぶるためなら何でもやる最低な人間がいるんだよ。なんでじゃ？私が文章を作ったって言うんですか？え？僕は見てたよ。君がスマホをベッドの下に仕掛けたところ。カンナに見せないように隠したんだよ。仕掛けたんじゃない。カンナに見られないように隠したんです。隠したか。いずれカンナちゃんがこの部屋を探索することは明らかだ。姉の残した何かがあればってそんな気持ちでカンナはここへ来るだろう。自力で見つけたスマホに書かれたメッセージ、真正面から受け止めてしまうように。こういう風にさ、なんかサナちゃんを落とそうとしている敵側なんじゃないの？絶望さ、今度こそ心が完全に壊れてしまう。もしかして絶望したカンナに手を差し伸べて自分に依存させるつもりだった？いい加減にしてください。僕は君の信頼の集め方が不思議でしょうがないんだ。メインゲームの時からずっと思っていた。メインゲームの時から？ソウさん、あなたは記憶が？うわっ、ああ、記憶喪失は嘘だよ。でしょうね。嘘。しょうがないでしょ。クリアチップを手に入るためには孤立しちゃダメなんだ。もちろんサラを騙せるなんて思ってないけど、一人だけでもお人よしがいれば十分だったんだよ。少しでも心配した自分がバカみたいだ。まあいいじゃん。今さら僕と君は仲良くなんてできないんだ。みんなの前でだけこれまで通り演じてあげるよ。ははは。ソウさんがどう思うと関係ない。私はあのスマホを取り返す。カンナのために破壊する。すごい顔してるよ。サラの本性はそっちなの。私は行け、石の隙を突く。こいつひ弱だからな。よく頭殴られてますからね。それは意外なほどうまくいった。非力な操作の抵抗はとてもか弱いものだった。しかし、え、生きてカンナ、あなただけでも泣かないで。一緒に行けなくてごめんね。大好きだよカンナ。メッセージの内容が違う。返せ。意表をつかれ再びスマホを取られてしまった。そうが書き換えたの？ふう、君の思い通りにはさせない。いや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 、私じゃないですし。またあの人にかき回された。何度も何度も。失意のまま私は部屋を後にした。また人気出るよあの子。あー、夜、レコさん、ここまでかな。はい、ということで今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。君が死ね多数決デスゲーム、もう全然どうなるかわかんないですけど、もう目がずっと離せないよね。本当になんか全てのキャラクターがものすごく立ってきてますね。2章で1章やった時よりもこのゲーム好きになってますね、キャラクターとかが特に。はい、ということで、今後どうなるか気になりますが、今回はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。レコちゃんがどうなるかが一番気になりますが、よければ高評価ボタン教えてください。ありがとうございました。レトルトさーん。